こにちは。ゴール条件がパウブロックを49回発動させるって。ああ、これパウブロックを隠せばいいんじゃない？うわあ、出たわねズルニャン。結構前に究極のズルニャンとか言って P スイッチを隠してたよな。パート186ね。あの動画は100万再生以上されてありがたき。だが今回は P スイッチじゃなくてパウブロックだぞ。まずはどこにパウブロックがあるか。って、何かが復活しそうよ。いや、めっちゃあるじゃねえかパウブロック。条件の達成はなしと。いや、マジでルイージが僕と同じこと考えてる。この作戦もあんたのせいで有名になっちゃった。いやー、誇らしいですな。そんなこと言ってねえで早く奪うんだぜ。幸い猫の飛びつきは刺さるからありがたい。よし、手から外れたわよ。これで発動させれば条件が。オッケー、予想通り。いい場所で条件を達成したな。行くぜ。ワークボックスにダイレクトイン。ここに出たが、もう片方に入ったらゴールかな。じゃあ、勝ったぞ。さすがにあの技はもう通用しないかもね。そうか。また新たなズルニャンを開拓していかなきゃね。いや別にしなくてもいいだろ。さあ、次はバトルコースだから集中しなきゃね。行くぜ。さあ始まりさ。おこにゃん選手はルイージです。おっと何やら壊せそうなブロックが。おそらくこれは頂上まで行って下がっていくパターンですね。巨大キノコかでかいブーツか。さあここでダメージを食らってしまいましたが、これはまずいです。急いで取りに戻りましょう。かなり後手からのスタートになってしまったでしょうか。いやよく見てください。全選手ダメージを食らったかと思われます。これは助かりましたね。と安心しました。キノピオ選手のアイコンが見えないのですが、これはおそらくスタートからやり直して他の選手のレーンに入り込むのかと。なるほどですがやり直しはできないような構造になってた気がします。ということはキノピオ選手はこの時点で脱落でしょうか。おそらくそうだと思われます。ちょうどギブアップしたとの表示が出ました。3人でのバトルになりましたね。ですがポコニャン選手少し遅れています。ブロックの壊す場所が運ゲーでしたのでこれはストレスが溜まりそうですね。さあここで巨大キノコをゲットしました。登りきらなければ少しだけショートカットができましたね。そしてこのブロック壊しですが、ここも3択の運ゲーとなっております。バトルコースで運ゲーはちょっとあれですが、こういうコースでも勝っていきたいですね。さあ現在トップはキノピコ選手。かなりアイコンが下の方まで行っています。ポコニャン選手ここから追いつけるでしょうか。これ以上足止め食らうと厳しいかもしれません。最後まで諦めずに進んでほしいところ。細かい動きで少しでも追いつけるようにしましょう。さああとはまっすぐ降りるだけです。極小ジャンプをしっかりと丁寧に入力しましょう。まだまだコースが続くとありがたいですが、かなり作り込まれてるコースなので可能性はあると思います。キノピコ選手のアイコンに注目してみますね。ドカンインされたらいよいよまずいです。さあここで USA キノコをゲットしました。なるほど鍵ドアがあるということは、今度は最下部に鍵があるみたいです。キノピコ選手はすでに鍵をゲットしているみたいです。時間で言うと何秒くらいの差なのでしょう。おそらく8秒くらいだと思われます。8秒はなかなか。そしてポコニャン選手ここでクリボーからダメージを食らうという痛いタイムロス。慌てて新しい USA キノコを取ります。ここで罪要素がなくて助かりましたね。急いで駆け上がります。当然のようにまたダメージを食らうという。敵の配置がポコニャン選手でしたからね。いやらしいという意味です。さあようやくポコニャン選手も鍵ドアへと入ります。キノピコ選手はすでに表エリアに戻っているみたいです。さあ何やら交互に掘っているみたいですが、おっとよく見たら裏に足場のブロックが隠されてるみたいです。こうしないと先に進めなかったのですね。さあ続きましてこれは、ボム兵を着火させつつ鍵を取らなければなりません。一度ミスすると大幅なタイムロスになりそうです。スーパーボールフラワーは消えなければ次の球が打てませんからね。ポコニャン選手一発で成功しましたね。さあなんとゴールが目の前にあります。おっといつの間にかかなり追いついていたんですね。奥の50コインがゴール条件ですが、裏パが邪魔で取れません。縦で弾いて奥に追いやらなければなりません。さあ二人とも慌ててダメージを食らってしまいます。まさかここまで追いつくとは誰が予想したでしょうか。さあ完全に並びましたポコニャン選手。キノピコ選手ここで2度目のダメージ。すかさずポコニャン選手が条件の50コインをゲット。なんと大逆転勝利です。いやーやってくれましたね。いやー、まさかあそこから逆転できるとは思わなかったよ。ああ、何気にスーパーボールフラワーのエリアが一発で決まったのがでかかったかもな。最後まで何があるかわかんないわね。行くぜ。さあ始まりさ。ポコニャン選手はキノピオです。あれーこのコースは以前に割と最近プレイしましたよね。確かその時はポコニャン選手は負けていたはずです。前回の反省点を生かして今度は勝ちましょう。どこを改善すればよかったのでしたっけ？途中落ちるリフトが出てくるのでそれですね。ああ乗ってる位置が悪かったんでしたっけ？ど真ん中に乗ってたら途中引っかかりました。ということは正解は右から2マス目ですね。ポコニャン選手ここは記憶しておりました。これはかなりでかいですね。確かこの後合流しませんでしたっけ？そうです。前回はなすすべもなく負けてしまいましたが、この時点で先頭ということはほぼ勝ちが決まってるということです。ここで引っかかりがなければポコニャン選手の勝利です。これだけの差があればまず大丈夫だと思われます。逆に抜かされる要素があるとすれば、ここのバネでしょうか。頭を借りられたらまずいですね。どうやらそれは気流だったみたいです。さすがにここまで来れば一安心ですね。いやー知識ではなく経験が生きたバトルでした。ナイス勝利ですね。落下ポイントを覚えててよかったよ。あの鳥頭で有名なポコニャンがね。おいこら。っていきなりキノピコ。あんた最低ね。いやーたまたま担いだから投げただけというか、言い訳になってねえよ。てか、まるで本家マリオ3の飛行船コースみたいね。ああ、めっちゃ速い強制スクロールのやつか。多分オマージュしてるっぽいよね。ここで食らっちゃったか。そんなところに落ちるから。まあまだ追いつかれてないし。ここでやられるんじゃないわよ。さすがに大丈夫。大この葉はめちゃくちゃありがたいんだぜ。多分この後ブンブン戦だと思う。これワンチャン右っ飛びできないかな。でも助走が。さりげにルイージのこの葉を奪うんじゃねえよ。ああ、キノピコ。ダッシュが解除されちゃったわね。こうなったら土管に入るしかないか。お、やっぱりボス戦みたいだな。クッパジュニアだったわね。多分次が3発目だよね。なんだよ今の倒し方。ってそのまま行かれてんじゃねえか。マジか。もうゴールだよね。残念、もうちょっとだったわね。空さえ飛べたらな。ま、ちゃんと届くかわかんなかったし。負けは負けね。じゃあなしか。お、ラッキーで前に出れた。常に戦闘をキープしたいわね。よし、担がれない配置。どうしたのキノピコ、まさかの落下死。あ、多分僕の頭を踏んでバランスが崩れたんだろうね。なるほど、要するにポコナンのせいってことだな。いや僕は特に何もしてないからね。ったく。それより全然後続が来ないね。ポコニャンは何してんの？いやーマリオメーカー2という最新ゲームを発売から2年以上経っとるわ。せっかくのチャンスを棒に振るんじゃねえぞ。任せんしゃい。それよりこのコース、なんだか迷路みたいね。うん、とりあえずは矢印のナビに従って進んでるけど、実は道が違うなんてことないわよね。いやそういう騙しはトロールコースだけでいいから。だいぶ登っては来てるが。お、ここの土管かな？スタート、使った。こんな報告いらんわ。下手くそなんだから。さあここで中間か。ってことはまだまだ続くのかしら。これだけ離れてたら大丈夫だとは思うが。うん、でもボスがいる可能性もあるし。さらに差を広げた方がいいわね。こっちは裏エリアだからまた上捨てか？でも矢印は下を指してるわよ。ってことは今度は追い捨て？本格的に迷路見たくなってきたわね。あれ、本当に合ってる？この土管の中とか？いや入れないみたい。さっき上方向の矢印も見えたけど。こっちが正解のルートだったか。これは確かに騙されるよな。さあそろそろゴールかな。一応こっちが表エリアだしね。最後にボンミスして落下死とかしないように。やりそうで怖いんだよな。でまだ続くのね。さあここで2個目の中間地点。ハッチンが多いわね。まあ特に脅威じゃないかな。すぐに終わったし。あ、この階段はさすがにゴールだよな。じゃあ分かったぞ。いやー、めっちゃ長いコースだったわね。ボス戦がなくてよかったよ。まあ、あったとしてもめちゃめちゃ差が開いてたけどな。さあ次のコース。まずはそこの土管に入ると、1番に入れたら嬉しいけど。でおいもったキノピコ、なんで置いたんだ？いやもう一回持ち直そうとして。こうなったらアイテムを取るか。ドベチンからのスタートね。お、裏エリアの背景も同じような感じか。結構道が入り組んでそうね。ま、その方が抜かすチャンスも増えるってもんさ。惜しいわね。一瞬2位まで上がったけど。よしまた逆転だ。あとはキノピコだが、トトロ君にやられたわよ。オッケー僕が1位だ。よしよし、デカ状態だしこれはかなりいい展開だな。ここからルイージとの差を広げられるかしら。デカ状態だし多少無理してでも進まないとね。うん、ルイージはどう攻めてくるかしら。あまり攻めた動きはできないか。でも勝ちに行くならガンガン攻めてくるはず。食らっちゃった。何してんだし。ルイージめっちゃ攻めてきてたじゃない。待ってここの土管か。ギリギリか？ゴールだ。危なかったな。それじゃあ次の動画へ行ってらっしゃい。